第16話、学校の地下がダンジョンだったらどうなるのか。チャンネル登録と高評価よろしく。やあみんな、集まってるね。今日はみんなに学校の地下へ潜ってもらうよ。地下、学校に地下があるという話は聞いたことがありませんが。うん、僕が言っているのは地面の下を通っている緊急脱出用の秘密通路のことだからね。なんで学校の地下にそんなものが。それはもちろん生徒たちを逃がすためさ。もしも学校に人食いガメモンスターが襲ってきたりした時に必要でしょ。いやいや、そんなものちょくちょく襲ってこないから。てかそんな生き物いないでしょ。いや、わからないぞ。え、バナナが喋ってるぐらいだからな。え、ありえるかもしれない。おい、それで我々はなぜ今回その地下通路に。点検のためだよ。長いこと使われてなかったので、たまにはメンテナンスしないとね。なるほど、そういうことですか。というわけだからみんな言ってくれるかい。まあそういうことなら。だれーけど、しゃあないか。それでその地下通路へはどうやって。ああ、あそこから入れるよ。なんかどっかで見たことあるやつなんですけど。もうこの時点でヤバそうな雰囲気しかしないし、俺行くのやめとこ。何してんだミスター銀さん、もうみんな行っちまったぜ。いや、俺は行かないって。いいからいいから。うわっ、いつ行かないって言ったのに。おお、ここが秘密の地下通路か。まるでダンジョンみたいだな。それで、すまない先生はメンテナンスって言ってたが、実際どうすればいいんだ。点検ですからね。すべての通路を回って異常を発見したら報告するということでいいんじゃないですかね。なるほど、ならさっさと終わらしまおうぜ。おい兄貴、あそこに何かあるぜ。あ、これは海賊のお宝か。いや、ここ地下だから。なんで海賊。てか、あからさますぎて逆に怪しいでしょ。まあそれもこいつを開けてみればわかることだ。ん、どうやら鍵がかかっているようだな。なら俺に任せろ。お、頼むぜ弟よ。こんな程度の鍵俺にかかればちょろいぜ。と、開いた。ん、なんだこれ。これって間違いない宝の地図だ。マジでそんなことってあるのか。とにかくこの場所に行ってみようぜ。地図によるとこの辺りなんだけど。ってなんだこりゃ。はあ、これは真珠だな。いやいや、こんなでっかい真珠が存在するなんて聞いたことないよ。俺は普段から宝石を見慣れているからすぐにわかる。こいつは正真正銘の真珠だ。うそーん、地図が示している通りのお宝だったというわけですね。ってことは俺たち大金持ち。しゃあ、そうと分かれば早速運び出そうぜ。ああ、これだけの大きさがあったらかなりの金になりそうだ。それってミルクだったらどれぐらい買えるんだ。一生分は買えるだろうな。うわー、最高じゃねえか。分け前は均等なんだろう。まあそれが妥当だろう。ちょっと待った。なんだミスター銀さん。やっぱおかしいと思うんだよね。お宝をこんな無防備な場所に置くなんてことあるのかな。理由なんてどうでもいいだろう。真珠は真珠なんだからさ。ていうか銀さんは分け前いらないのか。え、この前欲しいって言ってた高級工具セットが好きなだけ買えるぜ。高級工具セット、好きなだけ。さあ急いで運ぼうぜ。こんなでかいもんどうやって運ぼうかと思ったけど案外簡単だったな。そういう自分は全く手伝ってないよね。なんだ。なんか出た。うわ、どうやら真珠ではなく亀の卵だったようですね。おいミスターマネ、お前さっき本物だって言ってたよな。ははっ、何のことかな。もしかしてあれはすまない先生が言っていた人食いガメなのでは。ひぃ、え、何これ。椎茸がうますぎてすまない。いや、食べちゃダメでしょ。